木内登恵は、日本のエコノミスト。元日本銀行政策委員会審議委員。元野村証券金融経済研究所経済調査部長。千葉県出身。2012年7月24日、日本銀行政策委員会審議委員に就任。2013年4月4日、金融政策決定会合では、マネタリーベースコントロールの採用。 長期国債買い入れの拡大と、年間長期化 ETF、J リーとの買い入れの拡大には賛成したが、量的、質的金融緩和の継続については、2年間程度を、集中対応期間と位置づけて行うべきであるとして、ただ一人反対した。2014年10月31日、金融政策決定会合で、量的、質的金融緩和の拡大に、 これまでの金融市場調節方針を維持することが適当であるとして反対した。2016年1月29日の金融政策決定会合ではマイナス金利の導入は長期国買会入れの安定性を低下させることから危機時の対応策としてのみ妥当であるとしてマイナス金利の導入に反対したが議案は賛成後反対4の僅差で可決された。 また同会合でマネタリーベースが年間約80兆円に相当するペースで増加する要金融市場調節を行うとする金融市場調節方針にただ一人反対しマネタリーベース及び長期国債保有残高が年間約45兆円に相当するペースで増加する要金融市場調節及び資産買い入れを行うなどの議案を提出したが 反対多数で否決された。さらに、長期国債、ETF、J リーと CEP 等、社債等の資産の買い入れ方針にもただ一人反対し、2%の物価安定の目標の実現は、中長期的に目指すとした上で、二つの柱に基づく柔軟な政策運営の下で、資産買い入れ策と、 実質的なゼロ金利政策を、それぞれ適切と考えられる時点まで継続する等の議案を提出したが、これも反対多数で否決された。2016年7月29日の金融政策決定会合で、ETF 買い入れ額を倍増させる金融緩和の強化について、財務健全性への影響のほか、株式市場のボラティリティを高める。 株価を目標にしているとの誤ったメッセージになるとして反対した。また、政策金利へのマイナス0.1%のマイナス金利適用について、マイナス金利は市場機能や金融仲介機能及び国際市場の安定性を損ねることから、所要準備額を除く日本銀行東西預金についてはプラス0.1%の金利を適用することが 妥当として反対した。しかし、両議案とも、賛成7、反対にで可決された。2017年7月23日、人気満了により、佐藤健博と共に委員を退任。二人にとって、最後の金融政策決定会合となった同月20日の、会合後、黒田春彦総裁は、記者会見で、両委員について、経済や、金融市場に知見を持ち、 独自の意見を持っていた。政策委員会内で活発な議論を生んでおり、評価していると述べた。7月24日、大規模緩和に反対してきた、木内、佐藤に代わり、リフレ派の論客である、片岡武史と、三菱東京 UFJ 銀行出身の鈴木と氏が、委員に就任した。ありがとうございます。